はい、本日はですね、オッシュマンズ原宿店さんに初めて来させていただきました。今からね行きたいなと思うんですけども、前新宿行ったやん、うん、で次西宮行ったやん。で今回がようやく原宿で、今まで行きたい行きたいって言ったけどもようやく来れました。なんかリニューアルしたらしくて、ほんま最初原宿行かせてくださいって出ましたんやけど、まあリニューアルしてるからまたできたら来てくださいって言ってくれたんですけども、無事出来上がったみたいなので来たいなと思います。なんか前回西宮ガーデンズのさ、関西の方行かせてもらった時の店長さん、スニーカーの、あの人すごいなんか良かったみたいで、視聴者さんも行ったっていう声何人か聞きましたよね。うん、ポップアップの時ね。そうそうそう。で1階が ABC マートやって、2階が、オシマンズさんやね。で T シャツとかね、まあ、これは毎度のことながらの毎度してってやつですね、あれこの場、このショートあったっけ。あ、コットンや。前俺コットン白のやつ買ったやん、あ、白はない。やっぱりピンクとベージュとこれと白があって、買ったやつ。そうそうそう、あれどこで買ったんやったっけな。あれも動画回してなかったな。あ、あれ普通にあそこじゃない、ララポート。そう、カドマのララポート行けなかったから。今度これ買おうか。最近フリスビーやってないけど僕ら。あるからいらない。フリスビーやんねんな俺らな。たまにね、最近やってないね。やってない。公園でな、平日の昼間に2人でフリスビーやってんな。たーくんが犬のように追いかけてくれるもん私が下手くそだから。あ、これはなんかハイパン系やね。もうこうやって見たらさ、カラーもさ、資格取る前まではさ全然何も分からなかったけどさ、めっちゃ濁ってるなとか。本当だね。でこれまあ生殖よりやけどちょっと濁りも入ってるなとかな、春とかの人は合いそうやけど、これ俺とか合うんちゃう。うん、可愛いかもね。秋の人はな、キムタクもそうやけど。これ俺が去年めちゃくちゃおすすめしてたワイルドシングスのショーツ。へー、おすすめしたんだ。うん、これのさ、俺ヒョウ柄入ってたの知らん。はいはいはい。これはオフィスに置いてて、ヒョウ柄はもうプライベート用で入ってて、それはよく見たかも。で、この色もあるし、なんていう色なんだ。グレーと、これはカモフラ。うん、カモフラだね。下アークやん。うまい、アークも買っとけって言われてんのよ。あ、そうなの。分析さんに。アプティンショーツメンズ。なんだそれは。なんかこんな俺持ってた気するぞ。パーク1着持ってんのよ。名前忘れた。デビューした時しか名前覚えてないから。それは去年買ったの。それ去年買った。ちょっと後で電話するわ分析官に、あれショーツ名前何やったっけっていうちょっとそういうサーフブランドも置いてるんかもしれん。うーん、こういうハーレーとか。はいはい。で僕筋トレしてるからさ、今日なんか透けてるねあ、これかわいい。これ水着やね、ハーレーの。うーん、水着ね。はいはい、かわいい。似合うよ。近づきたくはないけど。いやじゃあね、もう水着山ほどあんのよ、まあ、もうええでっていうぐらいあんのよ。シャツ一回ちょっと羽織ってみようか。うん、今年出た新作やねこれ。あ、そうなんだ。うん、バンダナみたいな柄だね。ペイズリー柄っていうね。あ、ペイズリー柄ね。はいはい。こう柄がちょっと丸いやん。うん、できたら目丸い人とかの方が似合いやすい。タック目丸くない、あ、かっこいい。目細い人とかはちょっと似合いづらい。へえ。なんかかもなく不可もなく、まあね、もっと似合う柄はあるかもしれん。その目細い人とかはオーダーとかが似合うから、直線的なまっすぐの、これ丸いのはちょっと似合いづらいから。ポリモカやから洗濯もできるしね。さらってしてそうだもんね。出ました。バーサタイルショーツとバーサタイルミットって今出たりするの。へー、へえ。俺の動画でもレビュー終わってんのよその前に。うん、私見てないもん、タクの動画。チャンネル登録してる。チャンネル登録はしてるけど、俺が1000人の時にしたんか。あ、そうそう、記念にね、私が1000人目の女です。そうそう、1000人目の女ね。うん、俺浮気めっちゃしてるみたいや誰も1000人アイムステしてくれないよ。あ、グッドオンだよ。初めて聞いた。これ K も来てるよ、たまに。俺貸したったりしそう、オフィスやね。白手の白 D 渡してるやん。はいはいはい。こんな色あんねんな。ね、かわいいね。いやさ、ガーデンズでもなかった。あったか。あ、あったあったあった。見たよね、こっちの左側かな、入って。いや、そこまで覚えてないどこの店もそうやけどさ、量多いよな。多い。何見ればいいか分かんないもん。あ、グラミチ。俺ヒッチハイクの時履いてたもんな。黄色のやつ。黄色のやつな。のび太くんパンツ、うん、履いてたじゃん。履いてた。あとネイビーも履いてた。またネイビーがさ、これ洗っていくとさ、そう、当たりが出てきてね。そうそうそう、白い当たりが出てくるのかっこいいやん。うん、この質感がさ、うんうん、今やったら多分これ狙うな。へー。昨日ウイスレザーいて、うん、ウイスレザーでもベージュ着とったやん。うん、違う、うん、やる気ない顔してな。その色はなんか変、なんかパンツ変そうだなと思って。あ、そうか、ごめん。どうかなって。こんなニコニコして喋ってんのにガラスもあるよ。パタゴニアや。へー。あ、ちょっとレインボーサンダルある。しかも色結構多い。ベージュ、ブラウンで、これ初めて見た、この色で、ネイビーでしょ。うん、これな、次黒欲しいねんな。これテカテカなってかっこいいやん。レインボーサンダル買おうかな。パパの日ね。はいはい、皆さん
おねだりしましょう。でこの動画出してる後ぐらいやわ。あ、の前や。あ、先週ぐらいも終わったから、わかんない。じゃあ見てもらって家族におねだりする。僕パパの日ももらってないし、誕生日ももらってないし。でパパじゃないの。でも誕生日はさ、年に1回みんな来るじゃん。パパじゃなくても子供でも。まあね。これでいいっすよね。うん、そこね。あ、ここあの店長いてないからスニーカー少なめです。上とかにあるかもしれんよ。そうか、上行こうか。うん。ウーホスもあるね。ウーホスめちゃくちゃあるよ、だって今ならね、うん、こいつもナスだったらなくなるから、サイズとか色とかが狙い目よ。次ね、3階はね、サーフとかって書いてあるわ。はい。お前、靴がいっぱいあるわけ。ほんとだ、すごい靴屋さんだった、いきなし一気に雰囲気変わった。なんか、女の子のお店みたい。前、ポップアップで来てくれた人とかはめっちゃカラフルなやつ入ってたよね。これちゃうかった。いや、もっとめちゃくちゃカラフルだったよ。カラフルだったっけ。でも色違いで、これのおーへー、入ってますけど、やっぱり自分がこう履くようになったら目いくようになるな、うん、めちゃくちゃ見るよ。今までさ、これなんて読むんやろって思ったけどさあ、奥にサーフィンがあります。おー、こちらですね。さあ、ちょっとサーフィンとかの尺ちょっと短めでいくで、俺しか興味ないからあ、すごい値段する。やっぱりええやつなんやろな。45万だでもそれぐらいするもんな、海外のやつって。そうだね。黄色もかわいい。世界で30本限定やって。えこちらで41万です。ちょっと値段下がりました。あって言っても全然ピンとこない。西宮ガーデンズ行ってオーダーしに行かなかったのさ。あ、なんか言ってたね、そういえば。なんか俺の視聴者さんさ、結構多趣味な人多くて、サーフィンもするし、キャンプもするし、うん、ドライブもするし、うん、釣りも。釣りもそうやつ、うん、でゴルフもおるやんか。で、中にはカメラとかっていう人もいるから。あと、みんな金かかる趣味ない。お子さんのさ、部活のさ、見てよね。送迎ね。うん。こんなサンダル初めて見たわ。これ店長か、店長って言ってそんな、店長なんですよね。ちょっとやっぱりレインボーサンダル買おうかな。現地で買わず。現地でハワイ、うん、ハワイ行くの。行きたい。連れてってよごちそうセリフですよ。じゃあ下行きますか。はーい。あ、ちょっと待って、テーマのこれ出てるやん。これも買おう階段の途中でこんにちは。なんてやつ。なんかソラップのやつが出てるから、うん、これレビューした方がいいよって言われてて。じゃあ買いましょう。ありますね。ありがとうございます。これがリグっていう日本のブランド、うん、初めて履く。あ、ここで締めんねや。ちょっと一回立ってみようか、うん、確かにリカバリーやわ。柔らかい。特にかかとが柔らかい。どう、今まで持ってない形だよね。初めて見た、そういう感じ。新しいな、うん、リグ。ほら、あ、めっちゃ柔らかい。何これ。柔らかいよ。すっごい柔らかい。で、普通のサンダルかなと思ったらリカバリーサンダル、とかと同じ系統やねん。で、だけど、ここの柔らかさが全部同じっていうんじゃなくて、うん、特にここが柔らかいって感じ。へー。歩くときにやっぱかかとから入るからよな。へー、そうなんだ。そして次はテバの厚底バージョン、うん、あの履き心地がテバの普通のやつ変わるかって言ったらあんま変わらないけど、漏れるのは漏れる、身長が。うん、動くゼロも動くと、このオンよりも底が高いから背高くなる。足綺麗。足ちょっとちょっとキモかったけど、ね、ちょっと一回両足履いてみようかな、うん、じゃあモデル歩きでこっちお願いします。じゃあこれ28センチください。すいません、これリグもいいんですか。やっぱりそうですね、日本先に。すいません、いきなりね、喋るって言われてすいません、すいません。結構でも歴史あるんですよ。あ、そうなん。へぇ、足の蓋を上に来てくれて、はい、むしろ回復してくれるっていう商品なんですよ、うん、やっぱリカバリー系なんですね。リカバリー系です。僕もウーフォス履くんですけど、ウーフォスはいいんですけど、ちょっとこう段差あるところとか行くと足負けるんですね、ブルンってなるんで。ある程度しっかりしてやんと、かなりやる、うん、ね。で、岩とか行くんだったらそっちの方がいいですもんね。もっとね、がっしりしてるとかね。違いないと言えば、うん、違い定番ですもんね。テパだけにね、テパだけにね、テパだけにね、テパだけにね。笑うとこですよ、誰も笑ってない。行きましょう。びっくりした。最近エアーも結構多いよね。エアーのリュック、セレクトショップでよ、見に。あ、見る見る。ビームスとかな、オーシマンもあるけど。すごい。アローのベッチバージョンね。オーシマンのベッチ。なんか今日タッコやっぱヒゲがあって、センターすんじゃない、オールバックだから今日かっこいいよ。あ、ほんとに。うん、今日かっこいい。また着なされるんかなと思って。いつもだけ着なされるの慣れてるからな。今日かっこいいよ。カメラ回ってる時で褒めてくれてんな。うん、褒めとかないと。アイランドスリッパや。こっち見てなかったな。うん、めっちゃ綺麗な色や。ね、綺麗な、タオコイズ。こっちのガラシャツいっぱいあるじゃん。なんなの、これ素材。
で書いてないオーガニックコットンなんかな。その下のやつ可愛いよ、下の柄。これね、一回着てみようか。うん、パタゴニアなんだ。しかしさっきの定番円手羽だけにいてガチ滑ったね。だれも、私ももう愛想笑いもできなかったもん。あのカメラの向こうのおじさまたちは笑ってんのよ。うん、笑ってない、笑ってない。多分みんな怖かったと思う。え、似合ってるよ普通に。あ、でも確かにちょっと浮くっちゃ浮くかい。ちなみに同じ柄でも選ぶコツとして、うんうん、ちっちゃい柄選ぶと子供っぽくなるから、うん、で逆に若く見せた時はちっちゃい柄選んだ方が若く見える。で大きいこういう柄を選ぶと、うん、ちょっとなんていうの、大人っぽく見えちゃうっていうか。例えばチェックとかでも分かるんですよ。チェック、ちっちゃいチェックより大きいチェックの方がスーツも大人っぽいやん、うん、でちっちゃい柄ってパジャマみたいになるんやん、うん、なんか子供っぽく見える。若く見せたい時はちっちゃい柄でいいと思う。はい、あとどうしようかなと思ってんねんけど、うん、キャンプ用品もちょこっとあんねん。本当だね。キャンプがさ、ブームって言っててもほんちょこっとして上にサーフィンあんだけあるっていう。ここはだってサーフィンとかがメインだよ。そっか。それこそキャンプしたい人はさ、うん、新宿店行ったらあるんじゃん。前新宿店あったやん。うんうんうん、あったあった、奥の方にね。レインボーサンダルでどうしようか考えよう。あ、はいはい、すいません、レインボーサンダルちょっと出してもらってもいいですか。はい、こっちがちょっとあの艶消しのタイプで、うんうんうん、こっちが普通のあの艶があるタイプ。あ、じゃあこっちでお願いします。はい、はい、はい、すいません、お願いします。はい、ペンさんもレインボーサンダル履いてはります？履いてます。僕もね、なんかベージュは持ってるんですよ。はい、で黒欲しいなと思ってて。でも黒似合いますね。あ、マジですか。まあ、また焼けたらね、似合ってきますけどね。サイズもぴったしだ。うん、サイズぴったりやね、うん、かっこいい、かっこいい。今年はこれを育てようかな。そうだね。じゃあこれでお願いします。 ありがとうございます、はい、君ね、うん、いつもビドンのバッグが欲しいや、マルゲラが欲しいやっていつも言う割に、うん、肌着買ってください。ボロボロの肌着ばっかり着ないでください。穴開いたりとかね、こう糸ほつれてたりとか、それなんか絆創膏で止めたりしてるけど、そんな肌着1000円とかで買えるから。それ大きな人たちするような。昨日も10万ぐらいするビドンのバッグ見てて、うわいいなってやってるから、さっき肌着買ってください。どうします？じゃあちょっと一瞬だけ見ようか、うん、一瞬で終わるよ多分。うん、これ可愛い。めっちゃ短い普通に。うまいね。可愛くない？うん、ほらセットアップで着てるよ。へえ。可愛い。オーシャンなんちゃら、パシフィック、わからん。オーシャンパシフィックって書いてるやん。あ、本当だ、これよく見るよね。水着のやつね、うん、OP って書いてるやつね、うん、俺それオーシャンパシフィックって知らんくてさ、昔オッパッピって呼んでた、うん、ちょっと違ったみたい。あ、これセットアップね。これ可愛いじゃん。サウザンドマイルっていうブランド。へえ、可愛い。これ欲しい。なんか黒い服好きやね。今日も黒と白やし。これ可愛い。ちょっと羽織ってみていいかな。一回羽織ってみる？うん。どう？ちょっと感じが俺全然分かってないけど。それで中がタンクトップってこと？中タンクトップとか着て、まあシャツこれでもいいと思うけど。はいはいはい。オーバーこのパンツとも合うし、これ欲しいです。じゃあそれしますか？はい、お願いします。じゃあこれパンツとかもセットアップだ。でもこれパンツ一緒だもんな。スカートもありますぜ、兄さん。シャカシャカワイドもありますぜ。かっこいい感じの。今とあんま変わらん気するけど。え、全然太さ違うじゃん。2本足入るぐらいじゃん。かわいいじゃん。履いてみたら。ちょっと履いてみようか。ほら、全然太いじゃん。多分な、ほとんどの人があんま変わらんって言うと思うんですね。本当？変わってない。変わってないか。何が違うのっていう。ただ無駄な5分が流れた。あ、ちょっと私に合わなかったわ。その違かった、ちょっと。ちょっと違ったからやめて。まあ、キアナ分からへんもんね。じゃあお会計しましょうか。あ、はい、あ、すいません、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、すいません。はい、それでは購入してきました。オシマンズさんね、3店舗行かせてもらって、次もまたあのどっか広いとこありますかって、二子玉が広いですよって言われる。あ、じゃあ今度そこ引きますって言って、また行きたいなと思うので楽しみにしておいてください。以上でした、ありがとうございます。続く。